find the road now. There are dogs on the loose around here. We're out here awfully late. True, but I'd say the meeting was worth it. With all the homeless around these days, there's no shortage of mouths to feed. And tonight marks a big step forward in solving that. I suppose you're right. But dear, I did want to talk about Bryce. What happened? Someone's out there. No! Are we finished? Time for your reward.少々お待ちください。履歴書を確認しておりますので。お待たせしました。履歴書を拝見しました。佐々木さん、私今回担当を務めます春日と申します。よろしくお願いいたします。知ってるよ、有名だからな、あんたは。そうでしたか、それは恐縮です。で、どんな仕事回してくれんだい、春日さんよ。その前に、佐々木さん、室井興産にお勤めだったとのことですが。そう書いてあんじゃねえかよ。室井興産は暴力団横浜日渡し会の廃品回収部門を担うフロント企業で、社員は全て組の構成員のはずです。詳しいね。室井興産を会社都合により退社と書かれてますが、これは日渡し会が先月解散したことに伴う廃業かと思われます。相違ありませんか。ああ、そうだけど。では室井興産にお勤めだったということと、その立派な彫り物等を合わせて考えますと、佐々木さんは足を洗って間もない元暴力団員なのではありませんか。だったら何なんだよ。そのことを履歴書に記載する必要があります。あのな、なことバカ正直に書いて誰が得すんだよ。少なくとも雇用主は事前に把握しておくべき情報です。はあ、そういうおままごとはいいんだって春日さん。こっちは例の噂聞いてきてんだ。例の噂とは。あんたが俺みたいな元ヤクザもんに
割のいい仕事回してるって話だよ。浜の駆け込み寺って評判じゃねえか。何のことでしょうか。私は一階の職員に過ぎません。だからそういうのはいいんだって。こっちも暇じゃねえんだ。であればまずは履歴書を書き直すところから始めましょう。何か記載できる資格はありますか。あれば求人の幅が。だからそういうのはいいっつってんだろ。他のお客様のご迷惑になりますので、施設内ではお静かにお願いします。佐々木さん、私どもの仕事はお客様と雇用主様、お互いに最善のお相手をご案内することです。ですが佐々木さんを見て雇いたいと思う方はいないでしょう。今のあなたはただの元ヤクザです。お客様にご案内できる仕事はありません。どうぞお引き取りください。てめえ。まだやんのかい。くそ、なんだよ、話とちげえじゃねえか。とんだ無駄足だ、バカらしい。お騒がせして申し訳ありません。もう大丈夫ですので、次お待ちのお客様、4番カウンターへどうぞ。あ、いや、どうも。お疲れ様、春日さん。ああ今日大丈夫だった？ああ全然大丈夫っすよ。それよりすんません、騒がしくしちまって。あ、いやいやいや、ああむしろいつもああいう手合いの相手してもらっちゃって、こっちが申し訳なくて。気にしないでください。俺なんかでお役に立てるんなら喜んでやらせてもらいます。拾っていただいたご恩にきっちり応えてみせますんで。いやー、さすがは浜の英雄だね。頼もしいよ。ちょっとその呼び方は勘弁してくださいって。だって都知事と警察のお偉いさんの犯罪は暴くなんて、まさに世直しのヒーローじゃない。いや大げさだし、だいぶ前の話っすよ。僕たちは同じ職場の仲間ってだけで誇らしいんだよ。春日さんももっと自信持っていいと思うな。お言葉だけいただいておきます。それじゃあ俺今日はこれで上がらせてもらいます。お疲れ様でした。
だ用があんのかい、佐々木さんよ。なんだバレてたのか。さすがだな。いやさっきは悪かったよ、俺も空気読めてなかった。な？金だろ。いや噂には聞いてたんだ、駆け込み寺っつってもただじゃねえってことは、うん、ほら5万でいいんだろ。今日は船でちょいと儲けてよ。しかし一軒で5万た、あんたもいいしのぎじゃねえか、羨ましいぜ。なんか勘違いしてるみてえだな。俺はそんなんじゃねえよ。ああ？おい待てや、何だってんだよ、これじゃ足りねえってのか。いくら出しゃ仕事を回してくれんだ。元坊5年上皇、あんたもそれで冷やがってる口だろ。ヤクザが足洗った後に待ってる地獄の5年間だ。口座も作れなきゃボロアパートすら借りられねえ、スマホの契約なんてもってのほか保険にすら入れねえ。当然そんな奴を雇う職場なんてめったにありゃしねえ。そこまで分かってんならさっさと。近江と東上界の大解散で世間に放り出された連中がみんな苦しみながら頑張ってんだ。それをあぶく銭一つで何とかしてくれた。笑わせんな、世の中そんなに甘かねえよ。俺はな、な説教聞きに来たんじゃねえんだよ。いいから受け取れよ。ああ、このやめろ。金が、てめえこんな野郎、ね、いい加減にしろ、さっさとその金拾って消えろ。カッコつけてんじゃねえ、所詮てめえだって元ヤクザだろうが。舐めやがって。かかってきやがれ。仕方ねえ、少し頭冷やしてもらうぜ。ほら、悪いな、隙だらけだったもんだよ。うるっ、とっておきの技見せてやるよ。ガスッと行くぜ。上昇！台無しだぜこりゃ。どこだ、あともう一万。お、当たった。何やってんだあいつ。よっしゃ、お、危なかったな。金なら無事だぜ。うぅ、くせぇ、落ちっかなこの匂い。ほらよ、なけなしの5万だったんだろ。なあ、マジでガセなのか。いろんなやつからあんたの話を聞いたんだ。5万であんたが仕事を回してくれるって。
確かに俺はヤクザから足洗った連中に仕事を斡旋してる。そんで5万つったらあれだな。去年そのうちの一人から5万受け取った。じゃあやっぱり。でもそれは斡旋料じゃねえ。俺が代理でスマホを契約したんだよ。その実費だ。スマホ？そいつに斡旋したのが医薬品メーカーからの仕事でな。いわゆる転売対策ってやつだ。マスクに風邪薬に消毒液、人の弱みにつけ込んで買い占める連中が一時期大量にいただろう。そういうやつらがネットに出品したブツを偽の入札でご破産にするって仕事だ。そんな仕事があんのか。かなりグレーな仕事だけどな。メーカーにとっても転売屋は毒にしかならねえ。そこで偽の入札って話になるんだが、そいつをやるにはどうしたってスマホがいる。けど元ヤクザはスマホを契約できねえ。だからあんたが代わりに契約を。ね、もっと真っ当な職が見つかるまでのその場しのぎだけどな。今みんな必死に歯食いしばってんだ。あんたみてえに恩着せがましくあぶく銭を押し付けてくるだけのやつに回す仕事はねえ。仇の世界に戻るってのはきついよな。俺だってあんたと同じ元ヤクザだ。その苦労は嫌ってほど味わった。けどそれでも真っ当に這い上がろうって覚悟があんたにあんなら、もし本当にその気があんなら、力になるぜ。どうだい。さっきあんた俺の金をあんなに必死になって集めてくれた。てっきりくすねるつもりなんだなと思ったんだ。でも違った。俺なんつうかあれを見て初めて自分が情けなくなった。俺は今まで人生をサボってきたんだって気づいちまった。頼む！お願いします！俺やり直してんだ！力貸してください！オーケー、わかった。でも土下座はよしてくれ。やり直すのはあくまで佐々木さん、あんたなんだからよ。俺ができんのは手助けだけだ。もちろん全力でやらせてもらうけどな。ありがとうございます。それじゃ明日もう一遍ハロワに来てくれ。こいつはそのための軍資金だ。こいつをどう使うかもう間違えるんじゃねえぜ。はい。さて飯でも食うか。
よっしゃ、今日も一日頑張るか。子さんじゃねえか。どうしたい。おお、一番か。久しぶりだね。ちょっと会わないうちに立派な身なりになったじゃないか。見違えたよ。中身は大して変わってねえけどな。それより転んだのか。ああ、
さっきまで夜通し飲んでてね、ちょっと足元がふらついちまった。年は取るもんじゃないね、まったく。気をつけねえとダメだぜ。まだまだ元気でいてもらわねえと。浜子さんに何かあったら悲しむ奴がたくさんいるんだからよ。一丁前に言うようになったじゃないか。私んとこに転がり込んできた頃が嘘みたいだよ。いつの話だよ。それより立てるか。ああ、こんなの大したことはない。あんまり老いぼれ扱いするんじゃないよ。そんなことより早く仕事行きな。働けるってのは当たり前じゃないんだ。分かってんだろ。分かってるよ。もうあんま飲みすぎんなよ。お気遣いありがとう。へえ。それじゃあ面接頑張って行ってきてください。次の方どうぞ。佐々木真也と申します。よろしくお願いします。おかけください。履歴書はお持ちですか。失礼します。佐々木さん、前科というのは。窃盗です。時計とか化粧品とか手頃な大きさで高値のものなら何でも盗んでました。ダチが盗品の横流しをやってたんで、ブツはそいつに買い取ってもらって。なるほど。やっぱり難しいですか。佐々木さん、一つ伺っていいですか。あ、はい。この履歴書に懲罰の欄はありません。なのになぜ前科のことまで記載されたんです。自分のしでかしたことだからです。それを隠してもし仕事もらえたとしても、いずれバレて相手に迷惑かけちまうかもしれない。真っ当に人生やり直すにはそれじゃダメだって思ったんです。立派なお考えだと思います。ご安心ください。そんな佐々木さんにご紹介したいお仕事がございます。本当ですか。どんな仕事ですか。一言で言えば万引きです。すみません、うがい薬ってどこにありますか。あ、はい、あちらになります。
あ、すみません、ちょっとこれ見せてもらっていいですか？かしこまりました。どうぞ、こちらになります。良さそうじゃない？ねえ。いいけど、映画始まっちゃうから、また今度にしよう。あ、もうそんな時間？ごめんなさい。いえ、またのお越しをお待ちしております。お待たせしました。どうだった？指定のものは一通り、他にも高額なものをいくつかゲットしてきました。ふーん、そいつは上出来じゃねえか。サングラスが一つに化粧品が3点、それに財布にコンドームと。早い話、どの店も陳列棚の配置が死角だらけなんですよ。まあ今時こんなダミーの腕で偽装するやつなんていませんけどね。こいつが見つかったら言い逃れできませんし。だから最近はチームを組むのがトレンドですね。壁役、監視役、注意を引きつける役、そして盗む役、それくらい役割分ける連中もいますね。コストを割いてでも安全を取る方針か。まあ確かにバレたらおしまいだからな。お疲れ様でした。お先に失礼しますね。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。どうもお世話になりました。いいえ、万引きの手伝いなんて初めてだったからドキドキしちゃった。じゃあお疲れ様でした。どうも。だからお前は手伝いが欲しいって言ったのか。ええ、二人組になるだけでだいぶやりやすくなりますから。それにあのおばさん、芝居もどうに言ってましたよ。エキストラって名目で募集かけたんだ。それが良かったみてえだな。それにしてもおめえ、さすがの知識と手際だな。恐れ入ったぜ。しかし最後に回ってもらったブランドショップ、あそこは相当セキュリティに金かけてたはずなんだがな。狭い店なのに天井四隅に監視カメラをバッチリ置いてる。特に遮蔽物もないし、資格なんてなさそうに見えるんだけどな。あの場所でどうやって証拠も残さずに財布なんて盗んだんだ？はい、店によってはカメラがダミーの場合もあるんですが、あの店はちゃんと本物が稼働してました。それに客が俺たちだけだったので、店員も俺の方をずっと見ていた。ですがレジ上にあったカメラ、あれだけ実は少し下に向いていたんです。だからあのカメラだけは店内を見渡せていなかった。レジを集中的に監視したかったからなのか、それとも単純に設置ミスか、何にせよそのおかげで店内に死角は生まれていたんです。そうだったのか。あとは店員の注意を引きつけているうちに獲物を頂戴。店を出て店員はすぐに盗難に気づいたとのことですが、どのカメラにも俺が撮った瞬間は記録されていません。全て後の祭りというわけです。一回店に入っただけでそこまで観察して実行に移したのか。大したもんだ。感心するのは俺の方ですよ。まさかこんな職業があったなんて。日本で一日に万引きされる総額は12億円とも言われている。小売店にとっちゃ店を潰すほどの死活問題なのに、多くの経営者が
カメラと警備員さえ置けば万引きがなくなると思ってる。間違ってますね。カメラや警備員を増やすと、それまでなかった死角も浮かび上がってくる。盗む方からすれば余計にやりやすくなる場合もあるんです。そう、そこで防犯セキュリティの欠陥を調べる、我が社の出番だ。もしも今日お前が万引きに失敗してれば、店のセキュリティは正常に機能してたってことだが。結果はこのありさま。ええ、セキュリティの欠陥はレポートにまとめて経営者に提出する。依頼された調査自体は一旦完了だが、実はさらなるビジネスチャンスはこの先にある。というと？いわゆるコンサルってのに食い込むんだ。店舗と契約して防犯カメラの位置を指導したり、優秀な警備会社を紹介したりな。なるほど。このビジネスが軌道に乗れば、別に警備会社も立ち上げようと考えててな。調査、コンサル、警備までを一手に引き受けるグループ企業が目標ってわけだ。おお、お疲れさ。おう、春日、どうだったよ、足立さん。うちの佐々木は。さすがのプロ目線だ。即戦力になるだろう。それじゃあ採用ってことでいいか？うん、もちろんだ。ありがとうございます。若輩者ですが、何卒よろしくお願いします。おいおい、仇の世界でそんなことすんじゃねえよ。すいません、つい癖で。少しずつ極道っぽさを抜いていかなきゃな。なんだその本。ああ、たまたま古本屋で見かけたんだな。施設警備業務検定。今お前ができることは万引き調査だけだろ。それだけじゃ心もとねえ。だから資格の勉強でも始めてみたらどうかと思ってよ。足立さんが事業を広げる時にも即戦力になれるし。確かにそいつは心強い。ま、時間ができた時にでも読んでみろよ。春日さん、あんた一体何が目的なんすか？え？だっておかしいじゃねえかよ。マージンも取らねえで、なんで赤の他人にここまでできる？何か裏があるんじゃねえのか？裏か。まあそうとも言えるかな。こいつは俺なりの恩返しなんだ。恩返し？今やってることは全部荒川組の、俺の親父がやろうとしてたことだ。死んだおやっさんのやり残しなんだ。行き場なくした元極道たちに受け皿を作っていく、そのおやっさんのやり残しを果たしてってのが俺の生きがいだ。まあ俺なんかがやれるのはほんの一部だけどよ。だからよ、俺はやりてえことをやってるだけだ。マジかよ、本当にあんたって人は。じゃあ俺もう行くから、しっかり足立さんの言うこと聞くんだぞ。なんだよ、今来たばっかじゃねえか。まだ仕事残してきちまっててさ。それじゃ仕事頑張ってな。はい。こんな時間からまた仕事って、ハロワって意外に忙しいんすね。ハロワならとっくに就業時間だよ。それとはまた別の仕事だ。え？偉人町にはお前と同じように春日に助けられた元極道がたくさん働いてる。春日は仕事を斡旋した後も定期的に彼らの職場を回って様子を見てるんだ。日本最大の極道組織、近江連合と東条会の大解散。あの日以来、堅気の世界に放り出された極道は3万人を下らねえ。そのうち職にあぶれて行く当てのない連中はかなりの数に上るはずだ。そいつらを春日一人残らず社会復帰させろって意気込んでてな。
一人残らず、そんなことできるんすか？ま、普通に考えりゃまず無理だ。だけどあいつを見てると不可能なことでもやってのけそうな気がしてな。手を貸さずにはいられねえのさ。はい、なんかわかる気がします。なあ、調子乗ってんじゃねえぞ。さっさと始めようぜ。なんか使えそうなもんは。ほら来いよ。やめんなよ。ほら。はっ。敵なしだな。すみませんでした。おう。ありがとな。
元の生活には戻れると思うんじゃねえ。俺の番だ。仕事場から直接来たのか。ああ、ウィキンキリを立ちっぱなしだよ。その分ビールがうめえ。マスター、ビールおかわり全員分ね。サラリーマンが板についてきたね。サッチョンの方はどうなんだ。店の方は正直景気は悪いね。細々とまあなんとかやれてるって感じかな。そっか。でも野々宮の忘れがたみみたいなもんだからね、あの店は。きっと横浜ナンバーワンのキャバクラにしてみせるから、あんたたちもたまには金落としに来なさいよ。いいけど、ぼったくらねえでくれよ。人聞き悪いこと言わないでよ。ぼったくられるほど持ってないくせに。違いね。はいよ。お、マスターありがとう。久々に会ったんだ。申し訳。今日はガンガン飲もうぜ。そんな張り切ってお前潰れんなよ。よっしゃ、じゃあ改めて乾杯。乾杯。乾杯。今日蝶たちはやっぱり来ねえって。ああ、半純義もな。だよ、付き合い悪いな。せっかく半年ぶりに飲もうってのによ。気使ってくれてんだよ。自分たちはあくまで裏社会の人間だから、いつまでも関わっちゃいけねえってさ。ちょっと寂しいけどね。まあな、でも言ってることは間違っちゃいねえ。本来交わるべきじゃねえ世界の住民なんだ。俺らが表の世界で真っ当に生きようと思うんならなおさらな。何、別に根性の別れってわけじゃねえ。頼りのないのはいい頼りってやつだ。だな。で、お前らはその後どうなんだ。荒川真澄の置き土産は順調なのか。まあ先の長い話だけどな、コツコツやってるよ。足立さんには迷惑かけっぱなしだしな。まったくだ。うちみてえな弱小会社に仕事なんてポンポン作れねえってのに。いや、ほんと面目ねえ。冗談だよ。春日はよくやってる。一文の得にもなりゃしねえってのによ。変わんねえな、お前は。そうだね。そういうの、かっこいいって思うよ。そうか。うん、ちょっとお手洗い。マスター、お手洗い借りるね。で、さっちゃんとはその後どうなんだよ。え？デートの一つくらいはしたのか。な、何言ってんだよ。ああ、ダメだこれ。進展なしだ。まあデートしてる暇なんてあるわけはねえとは思ってたが、ここまでとはな、このヘタレが。ちょっと待ってって、何言って。カスガ、お前サッチャに惚れてんだろ。いや、それは、その隠してたつもりか。バレバレなんだよ。こっちがこれまでどんだけ気使ってたと思ってんだ。そうだったの。
まああんなことは気にすんなって。それよりも動くんなら今なんじゃねえか先生。お互い散った生活も落ち着いただろうしな、そういうことを考える余裕も出てきたろう。いやでもんなうだうだ言ってるうちに他の誰かに取られちまってもいいのか。さっちゃんには太客もいるだろうしよ、お前が思ってる以上に競合相手は多いぞ。でも俺そういうのからっきしでどうしたらいいか。こんな有様佐々木には見せらんねえな。今日の帰りにでもさっちゃん誘ってみろよ。今度二人で遊びに行かねえかとか、最初はそんなんでいいから。お、さすが足立さん、百戦錬磨。なに足立さん、また悪い遊びしてんの。まあな。あ、そうださっちゃん、この前よ。飲んだ飲んだ。大丈夫かよナンバー、ふらついてんぞ。しゃあねえな、俺がついてこい。どっちにしろ駅行くしよう。大丈夫だって。どこがよ。おじゃな、まあ機会があればまた飲むや。うん、それじゃあね。人生は一度きりだ、悔いのねえようにしろよ足立さん。ほらナンバー帰るぞ。会えてくな。大丈夫かな。さーて私も帰るか。じゃあまたね一番。ああ、さっちゃん。ん？あ、いや。何？どうしたの？いや、なんでもねえんだ。そう？じゃあね。さっちゃん！え？ちょっとさっきから何？悪い。あのよ、今度どっか遊び行かねえか？なに、もう次の飲み会の話？次はうちの店でやる約束でしょ。あ、いやそうじゃなくて、二人でどっか行かねえか。もし？ごめん、急に言われてテンパっちゃって。いや、こちらこそ大変ぶしつけなお話で。来週の土曜なら空いてるんだけど。はい。遊び行くんでしょ二人で。え、それつまり。楽しみにしてる。じゃあ、また。やったやったー。
なんだいっちゃん。よっ、元気にやってるかおい。なんだなんだ、やめろよバカ。何やってんだお前ら。よっ、おっちゃん、おっちゃん、やった、俺やったんだ。おいおい、どうした、酒癖。いいじゃねえかよ、今日はめでたき日だ、プレコと行こうぜな。なんだなんだよ。そら踊れ踊れ。いいことあったのか。ハレルヤ、よせこの酔っ払い。なんだよ、ハレルヤ、だからくじでも当たったのか。いいじゃねえか、いいじゃねえか。ハレルヤ、どっちが当たった。ハレルヤ。そうか、オーケーもらえたか。やったじゃねえか、楽しんでこいよ。なんでしょぼくれてんだよ。いや、よく考えたら俺20年近く無所にいただろ。まともなデートなんかしたことねえんだ。もしさっちゃんをがっかりさせちまったらって考えると。おい、ネガティブになるなよ。デートでの失敗なんて誰にだってある。ビビらずドーンと行けって。失敗してさっちゃんに嫌われたらどうすんだよ。付き合うどころか絶交されちまうかも。決めた、デートは断る。てめえから誘っといて断ったらそれこそ絶交だろうが。じゃあどうすりゃいいんだよ。どこに行って、何を食って、何を喋りゃいい？全然わかんねえんだよ。しょうがねえな。こりゃ俺らの出番みてえだ。そういうことらしい。え？おめえら、デートしたことあんのかよ。まあ、人並みにはな。力になるからよ。せっかく掴んだチャンスだ。ものにしようぜ。おめえら、オンに切る。さて、じゃあ何から話すかな。まずはデートに臨む心構えからいくか。だな。まずは何よりも変に肩肘張らねえことだ。デートってのはお互いをより深く知るための時間だからな。自然体が大切よ。なるほど、自然体か。いや、それは違う。え？女の子がデートに求めるのは特別な時間だ。記憶に残るような特別な一日。自然体なんかじゃなくてバリッと決めていけ。なるほど、特別な一日か。あれ？でも言ってることがナンバと逆じゃねえか。どっちが正しいんだよ。こういうのはおとなしく年長者の言うことを聞いておけ。伊達に人生経験積んでねえぞ。いや、足立さんが正解なら、なんでその年まで独身なんだよ。なっ、ナンバだって彼女の一人もいねえじゃねえか。痛えとこを突きやがる。思いついた、今から街で言おうぜ。そんで俺と難波がそれぞれアドバイスする。どっちのアドバイスを聞くかは風がおめえ次第だ。どうだ。望むところじゃねえか。最高のアドバイスをしてやるよ。さあ、全員は急げだ。およろしくお願いします。駅前に来たけどよ、これからどうするんだ。気を引き締めろ春日、授業はもう始まっている。おデートの極意レッスン1、待ち合わせの姿勢だ。姿勢？そう、デートってのは待ち合わせ場所に着いた時からもう始まってんだ。相手より先に着くのは当たり前。愛しの彼女をどう待ち受けるか、肝心なのはそこだ。
何しろ相手にしてみりゃそこで目にするお前がデートの第一印象なんだからな。その印象次第で気分も変わるってもんだ。なるほど、確かに。どういうこと？じゃあ一番、お前どういう風にさっちゃんを待つつもりだ？そりゃ普通に立って待つんじゃねえか。ああ硬い硬い、緊張してますって感じがプンプンする。お前がそれじゃさっちゃんもデートを楽しめねえぞ。そうなのか。でもじゃあどうすりゃいいんだい。いつも通り自然にだよ。そらそこのベンチにでも腰掛けて、なんならうとうとしてるくらいがちょうどいいんだ。え、寝て待つのかよ。言ったろ、自然体が大事なんだ。まして寝顔なんてのは相手に心を許してなきゃそうそう見せねえもんだろ。まあそうかもな。お前がうとうとしてんの見たさっちゃんはよ、まあ一番ったら私にこんなに心を開いてくれてるのね。嬉しい。それにキュートな寝顔守ってあげたくなっちゃうてなもんよ。そうなのか。なあ足立さんはどう思うんだ。論外だ。ベンチでうとうとだ。言ったろう、女の子がデートに期待してるのは特別感だ。待ち合わせの瞬間にも相手はそれを求めてるんだ。待ち合わせの姿勢で特別感ってどうやるんだよそりゃ。まず待ち合わせ場所には30分前に到着。その後黙って仁王立ちだ。脇目も振らず愛しい人が来るだろう方向だけをただ見つめる。そんなお前の姿を遠くから見つけたさっちゃんは思うだろう。今日の一番いつもよりなんか素敵、これからいつもと違う一日が始まるかもってな。おお、まあ確かに気合は伝わりそうだな。なんだよ、そんならお前どっちのアドバイスを採用するんだ。そうだな。どっちかっつうとナンバかな。座って待ってた方がその後に体力温存できていいんじゃねえかと思って。お前は見どころがある。そう、余裕を持つことが肝要よ。ちょっと待て春日、お前が待ち合わせ場所に行ってもしさっちゃんがベンチで寝てたらどう思う。え、昨日の仕事で疲れてるのかもとか。そう、ベンチで寝てるのが気を許してることの表れだなんて思わねえ。ただのお疲れサラリーマンだ。さっちゃんも気遣ってデートどころじゃなくなるだろう。確かにそりゃそうだ。だからこそバシッと仁王立ち、これがデートに臨む男の基本姿勢だ。まあ仁王立ちもそれはそれでさっちゃんを怖がらせそうだからよ。普通に立って待つわ。でも待ってる姿がその日の第一印象ってのは気がつかなかったぜ。だらしなく見えねえよう気つけるわ。ありがとな。その意気だ。じゃあ次のレッスンといくか。デートの極意レッスン2、デートの行き先だ。おお、それそれ、そいつが聞きたかったんだ。俺洒落た店なんて全然知らねえからよ。洒落た店？おお、デートっつったらよ、やっぱイタリアンとかフレンチとかそういう洒落たとこがいいんじゃねえのか。なんだよ。デートはおしゃれなレストラン。一番、お前はマニュアルにとらわれちまってる。うん、
そんないかにもな場所を安易に選んじゃ特別な一日にはならねえ。春日、お前が本当に輝く場所を選ぶんだ。俺が本当に輝く場所？そんなとこあんのかよ。ああ、あのインドカレー屋だ。カレー屋？あの店は裏メニューで100辛を頼める。スコビル値にしておよそ120万、タバスコの500倍以上の辛さだ。500倍？ああ、辛いもの好きどもが尻巻いて逃げ出す化け物メニューだ。今のところ完食できた人間は一人もいねえ。そんな化け物をお前がペロリと平らげたら、さっちゃんはどう思う？辛いもの好きなのねとか。バカ、吹き出す汗を拭いひたむきに打ち込む男の姿を見せてんだ。これに惚れない奴はいねえ。これぞお前の最も輝く瞬間だ。そうか。バカ、なんで完食前提で話してんだよ。生きった挙句食い切れなかったらそれこそ最悪だろうが。確かに。何べんも言ってるだろ、自然体、変に無理することはねえんだ。肩肘張らずにお前が通い慣れてる店に行けよ。そうは言ってもいつも行くとこなんて牛丼屋くらいしかねえよ。だったら牛丼屋でいいじゃねえか。え、デートで牛丼屋かよ。デートに決まりなんてねえ。大切なのはリラックスしてお前らしく接することだ。それには生き慣れた場所が一番なんだよ。まあ確かにイタリアンやらフレンチじゃ緊張して俺らしくどころじゃねえかもな。バカ、牛丼屋なんてカッコつかねえだろ。百辛食って男見せろ。カレーと牛丼以外に選択肢はねえのかよ。そうやって悩んでたら当日も優柔不断な行動になるぞ。俺バシッとどっちか選べ。マジかよ。まあ強いてどっちか選べって言うなら、カレー屋かな。さっちゃんもカレー好きだったはずだし、百辛完食はまあできたらすげえとは思うからよ。そういうことだ。おめえは分かってくれると信じてたぜ。待て、一番、そもそもデートの目的は何だ。え、食事？カッコつけること？そうじゃねえ、二人で楽しむことじゃないのか。お前が黙々とカレーを食ってる間、さっちゃんにそれぼーっと見てろってのか。確かに。カッコつけたい、いいとこ見せたいって気持ちはわかるけどよ、それだけにとらわれて本当の目的を見失っちゃ本末転倒だぜ。まあ確かにな。なるほど、二人で楽しむか。ありがとな。確かにその通りだ。となると牛丼屋でもなさそうだな。確かに俺はリラックスできるけど、さっちゃんにとっちゃあんまり楽しい飯じゃなくなりそうだ。俺なりに二人で楽しめそうな店探してみるわ。そうだ、よくぞ気づいた。いや、お前がそれに気がつけるか、あえて引っ掛け問題を出したんだ。なんか思ったよりちゃんとしてるな、こいつ。だな、ちょいと尺だが一安心だ。いやー、二人のおかげでデートの心構えがめきめき上達してるぜ。そう、次は何を教えてくれるんだ。よっしゃ、次が最後のレッスンだ。ついてこい。よくぞここまでついてきた。最後のレッスンはデートの要、服装だ。もう難波が何言うかは分かってるぜ。いつもの洋服、つまり今俺が着てるこれだろ。いつも通り自然体にってな。
違うな。そんなの全然自然じゃない。え、生地本来の色じゃないだろう。つうわけで俺が勧める最も自然なデート服がこれだ。これがデート服。随分とシンプルだな。自然な装いってのは突き詰めていけばオーガニックにたどり着く。この服は麻やコットンから作られていて、化学染料も一切使ってない。つまり環境に優しい自然素材ってわけさ。なるほど、こういう自然の形もあるのか。でもさっちゃん、びっくりしねえか。俺こんな服全然着たことねえし。心配すんな、人間は誰しも自然の一部だ。さっちゃんもすぐにこの素材に親しみを感じるぜ。何より環境に優しい男は好感度爆上がりだろう。そうなのかな。でもまあ確かに環境に優しいに越したことはねえな。おいおい、目を覚ませよ春日。環境保護活動に行くわけじゃねえ、デートに行くんだ。自然か天然か知らねえが、こんなんでさっちゃんの心がときめくわけねえだろう。じゃあ足立さんのおすすめは。見ろ、これがかっこいいデート服だ。これはさすがに派手すぎねえか。春日、なぜ蛍が光るか知ってるか。急に何。オスの蛍が光るのは求愛のためだ。愛しい人を振り向かせるために光る。それは生物共通の本能なんだ。本能に従え春日。さっちゃんを射止めるために命を燃やして叱るんだ。そう言われたら確かにこのスーツがかっこよく見えてきた。さあ俺と難波のコーディネートどちらか選ぶんだ。どっちを選べばいいんだ。どっちも正解な気がして選べねえ。悩むな一番、自分を信じろ。分かった。じゃあ俺が選ぶのは、難波の方にする。自然体にってアドバイスをずっともらってたからな。服装もその線で行くことにするわ。そうか、なら俺から言うことは何もねえ。お前のベストを尽くしていいデートにしろよ。だな、俺らができることはここまでだ。成功を祈るぜ一番。おめえら、おう、任せとけ。
文句あるのか。頭に来たぜ。さっさと始めようぜ。よし、やるぜ。コツつかめたんじゃねえか。そこのお前、全然、今来たとこです。もう、なんで敬語なのよ。それにしても、今日は随分おめかししてるじゃない。あ、これ、みんなに見繕ってもらってよ。変だったか。ううん、いいと思うよ。さ、どこ行く。おう、まずはなさい。また来てくださいね。あー、ここも満席か。まあお昼時だし仕方ないよね。他のお店に行ってみよう。すまねえ、これで候補の店は全部なんだ。ああ、そうなの。こんなに混んでるなら予約してくればよかったね。すまねえ、気が回らなくて。さっちゃんはどこか行きてえとこねえのか。そうね、ま、あるにはあるけど。おう、そんならそこに食いに行こうぜ。ああ、でもご飯じゃなくて。え、どこなんだ。そんなの言わなくてもわかるでしょ。一番もさっきから落ち着かない様子だし。さっきからずっと歩きっぱなしだしね。寄ってこうよ。あれ、てっきり一番も同じ気持ちだと思ったけど、違うの？そんな、こんな明るいうちから。昼とか夜とか関係なくない？とにかく私、もう我慢できないのよね。
さっちゃんよ。ん？今までも気軽にそういう場所に行ったりしたのか？まあそうね、いつもこんな感じだけど。もしもさっちゃんの大切な人が同じ行動をとったらどう思う？まあ確かに褒められたことじゃないわよね。そういうことさ。だから気軽にホテルなんかに。は？ホテル？何の話？え？違うの？タバコの話に決まってるでしょ。タバコ？この先に喫煙所があるから一服しようって話よ。そうだよな。もちろんタバコの話だって分かってたよ。行こうぜ喫煙所。一服して落ち着きて気分だ。大丈夫？一番。そういや、難破ってメガネ外したらどんな感じなんだろうな。どうしたの急に。いや、そういえば見たことねえなと思ってよ。ああ、確かに。どんな感じなんだろう。案外イケメンだったりしてな。それはなんちゃんに失礼だよ。でも、もうちょっと綺麗にしてもいいよね。髪の毛もセットしてさ。だよな。今度ナンバ改造計画でもやってみようぜ。足立さんも誘ってよ。いいね、楽しそう。楽しみだぜ。もしかして私とデートするよりナンちゃんや足立さんと過ごしたかった？え？だって一番ってなんちゃんや足立さんの話するときすごく生き生きしてるから。いや、そんなつもりで話したんじゃねえんだよ。ただその共通の話題をと思って。冗談よ。お、そうだ、なんちゃんと足立さんの話で思い出したんだけど、前にあの二人が神内駅の近くに面白そうな店があるって教えてくれたんだよね。今から一緒にそこに行ってみない？おお、いいな。早速行ってみようぜ。すごいね、この立派なカウンター。ヒノキかしら。おお。どうかしたの一番？いや、難波と足立さんの紹介の店っていうからてっきりもっと大衆的な店かと。あの二人も多分来たことはないわよ。ただここに雰囲気の良さそうな店があるって言ってただけ。早速注文しようよ。おう。じゃあメニューを見ようぜ。じゃあ私これにしてみようかな。すみません、純国魚の煮物をください。お客さん、それはね、ハルツゲウオって読むんですよ。え、そうなんですか。すみません。うわ、
やっちゃった、恥ずかしい。じゃあ俺は何を頼もうかな。案外ちゃんとした和食って来たことないんだよな。どれどれ、ほう、肉料理もあるのか。え、なんかおかしいこと言っちまったか。ううん、一番のそういうさりげない気遣いが嬉しいなと思って。お客さん、注文どうしますか。じゃあ俺はがっつり肉系で行くか。この川豚ってのを頼むぜ。川豚、ほらメニューに書いてるだろ。お客さん、それね、フグって読むんですよ。え、これでフグ。どうやらお二人とも漢字は苦手のようですね。二人して恥かいちゃったわね。ああ、いや、これは失礼しました。確かに和食の漢字は難しいものが多いですからね。ちょうどメニューに振り仮名を書くか悩んでいたところです。お二人にはお詫びの印にデザートのあんみつをサービスしますよ。え、私あんみつ大好きなんですよ、嬉しい。漢字も間違えてみるものね。ナイスアシストよ、一番。いやー、案外うまいもんだな、割烹料理ってのも。ほんと、美味しかったわね。こんな機会でもなければ一生行かなかったと思う。ありがとね、一番。そうか、喜んでくれたんならすげえ嬉しいぜ。きゅ、やっば。どうしたんだ。向こうから歩いてくる男の人いるでしょ。あの三人組か。先頭を歩いてる人、田中って言うんだけど、以前私の指名客だったの。さっちゃんのキャバクラの。うん、 IT ベンチャーの社長で羽振りが良かったんだけど、ちょっと度が過ぎてさ、他の客に紗恵子は俺の女だなんて吹聴するからお店を出禁にしたの。だけどその後も店の裏口で待ち伏せされたりして、だから私、田中に彼氏がいるって嘘をついたくらいよ。だいぶ立ちが悪いな。ええ、だけど田中は、君は嘘をついてる、彼氏なんかいないはずだって言い張って、今でも時々店の裏で私を張ってたりするの。田中が超ポジティブなのか、さっちゃんの嘘が下手なのか、わからないけど、人を見る目には自信があるとか言っててさ。そうだ、ちょうどいいわ、一番、ちょっと協力してくれる。え、うまく演じてよね、いかにも私の彼氏って感じで。え、彼氏、そんな急に。あれ、紗恵子さん、偶然だね、何してるんだい。何って、見たらわかるでしょ、彼氏とデートしてるのよ。彼氏、そのおじさんが。どうも、紗恵子さんとお付き合いさせていただいている春日一番と申します。ちょっと声で帰って。これで信じてくれた、私が彼氏持ちだってこと。
信じるわけないでしょう。僕は人を見る目だけは誰よりもあるんだ。彼はサエコちゃんと釣り合うような男には到底見えないよ。あんたがサエコさんの彼氏？仕事は何をしてるんだい？ハローワークで働いてるぜ。契約社員でな。契約社員？非正規労働者の分際でサエコさんとお付き合いなんてありえないでしょう。そんなこと気にしないっての。では彼氏さんに質問しますが、もしもサエコさんが1000万の借金を負ってしまったらどうします？私ならポンと払ってあげられますが、あなたも？俺にはそんな大金とても無理だよ。でしょうね。あなたにサエコさんは守れませんよ。だけど俺はさっちゃんの話を何時間だって聞くし、何時間だって一緒に悩むぜ。それが彼氏ってもんじゃねえのか。一番一緒に悩んで何の解決になるんです？二人とも不安な気持ちになって終わりでしょう。終わりじゃないわよ。一緒に不安を抱えてくれる人がいることで気持ちが救われるわ。そして頑張って困難を乗り越えようって思えるの。マイナスかけるマイナスはプラスになるのと同じよ。私が恋人にしたい人はそういう人。一番が彼氏で本当に良かったわ。まさか紗友子さん、本当にこのおじさんが彼氏だっていうのか？さっきからそう言ってるでしょ。そんな俺がこんなゴミみたいな男に負けるなんて。敗北を認めて今後は私につきまとわないでくれる？ああ、約束するよ。ただしお前ら二人にお灸を据えてからだ。はあ？よくも俺の恋心をもてあそびやがってぶっ潰してやる！やっつけてやる！かかってきやがれ！上昇。くそ。何しやがんだ。ゴミにゃゴミ箱がお似合いだ。くそ、最後まで悪あがきしやがって。だけどこれであいつがさっちゃんをつけ回すこともなくなるだろう。ありがとう一番、名演技だったよ。
特に最後のアドリブなんて驚いちゃった。いいってことよ。だけどせっかくの一丁らが汚れちゃったわね。ごめんね、私のせいで。気にすんなって。でもこのままってわけにもな。すまねえけどちょっと待っといてくれるか。服着替えてくる。うん、じゃあ待ってる。おう、すぐに戻るぜ。悪い、自販機見つかんなくてよ。ううん、ありがとう。はあ、最初どうなるかと思ったけど楽しかった。ありがとうね、一番。そうか、そりゃよかった。一番？あのよ、俺は元ヤクザだし、足洗った今も貧乏暮らしで毎日ピーピーしてる。ちょっと、いきなり何？バカで勉強なんてできた試しがねえし、沢城の頭にはずっと間抜け間抜け言われてた。でもよ、今はなんとか定職にもつけて仕事は真面目にやってるつもりだ。職場の評判も悪かねえと思ってる。体はとにかく丈夫な方だし、そりゃ桐生さんとかとは比べようもねえけど、まあ腕っぷしも弱かねえとは思う。酒もタバコもやりすぎることはねえ。ギャンブルもまあやらねえとは言わねえが、たしなむ程度なもんだ。こんな大して取り柄のねえ俺だけどよ、サッチャンのことは俺が命に変えても幸せにしてみせる。だからよ、サッチャン、俺と結婚してください。一番、春日一番、この先何があろうともさっちゃんのこと守り抜いてみせるからよ。さっちゃん、女なのにすげえしっかりしてて弱いとこ見せねえけど、仕事して親父さんの世話して妹さんのことも気にかけてすげえと思ってる。でも一緒になったらもうそんな苦労は俺がさせねえ。親父さんの世話も手伝うし、妹さんのことでもし困ってることがあれば俺も力になる。なんなら俺が稼いでみせるから、さっちゃんは家庭に入ってくれてもいい。だからって当然家のことを任せっきりにはしねえ。掃除、洗濯、炊事、買い出し、何でも手伝うぜ。いずれ赤ん坊を授かったらガキの面倒も任せといてくれ。そんでガキも一緒にいつか親父さんの墓前に報告するんだ。こんな幸せな家庭を築きました。だから天国のおやつさんもどうか安心してくださいってよ。さっちゃん、ありがとね、一番。今日は楽しかった。ちょっと待ってくれよ、さっちゃん。俺何かまずいこと言っちまったか？ううん、別にそんなことないって。でももう帰んなきゃ、明日お店のことで早いし。
一番も早起きしないといけないでしょ。じゃ、お互い頑張ろ。それで返事は？初デートでプロポーズするバカがあるかよ。奥手がテンパるとこういうことになるんだな。面目ねえ。まあけど肝がられるだけならわかるけどよ、それでさっちゃんが怒るとは思えねえんだよな。いや別にさっちゃんは怒っちゃいなかったって。ただ急に今日はもう帰るねって。バカ、それが怒ってるってんだよ。それも大激怒怒発点を作ってやつだ。ああ終わったな、こりゃゲームオーバーだ。生阿弥陀仏生阿弥陀仏。ちょ、そんなこと言わねえで助けてくれよ。俺はもう何が何だかわけわかんねえんだよ。デートの最中はうまくいってたんだよな。は？ああ、そりゃ最初は俺がテンパっちまってあれだったけどよ、途中からはさちゃんすげえ楽しそうにしてくれたと思うんですけど。いや、今となっちゃあん時からとっくに愛想つかされてたのかも。もう全部がわからなくなってやがる。疑心暗鬼モードだ。これが浜の英雄とはな。もしそうならさっちゃんのことだ、さっさと見切りつけて途中で帰ってだろう。となるとやっぱプロポーズで相当まずいこと言ったんだろうな。お前何言ったんだよ。ちょっと今繰り返してみ。え、今？恥ずかしいんだけど。バカ、何言ったか分かんなきゃ相談に乗りようがねえだろう。俺さっき、まず最初に自分がヤクザ上がりで貧乏してるとか頭悪いとかあるけど、今は真面目に仕事してて酒もタバコもギャンブルもそんなにしねえって、確かそんな感じのことを言った。まあ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 、別にそこに引っかかることはねえ気がするな。で次は？次はそんな取り柄のない自分だけど、さっちゃんのことは俺が幸せにしてみせる、だから結婚してくださいって。なんだよ、早速来たな。あのな、一番さっちゃんみたいにバリバリ働いて自分の人生貫いてる子が誰かに幸せにしてやるなんて言われて嬉しいと思うか。あ、まあおめえにそんな意図がねえことくらいはわかるが、プロポーズでそれっちゃ致命傷だな。原因はもう分かった感じするけど、それから何か言ったのか。その次はさっちゃんが女なのに仕事とか家族の世話とかすげえしっかりしてて偉いなって。おいおい、今時女なのにはまずいぜ。え、そうなのか。女だからとか女なのにとか、女に限らず性別で決めつけるような言い方にムカつくやつは最近特に多いだろう。そうだったのか。あっちゃ、踏んだ地雷は一つじゃなかったか。こりゃ嫌な予感がしてきたぞ。俺もだよ。でその後は？あとは親父さんとか
妹さんのことも気になってるだろうから、俺が稼ぐからさっちゃんは家庭に入ってくれてもいいって。バカ野郎、楽させてやりてえってことなんだろうけどよ、さっちゃんが金だけのためにキャバやってるわけねえだろ。そんなことくらい俺だって分かってるよ。でもそう誤解されてもしょうがねえ言い方になっちまってるって話。いくらテンパってたからってもうちょっと言葉選べなかったのか。ねえ、くそ、昨日に戻って全部やり直して。まあ出せる海は出し切っとくとするか。その後は何か言ったのか。それからもしさっちゃんが家庭に入っても俺も家のことも手伝うって言って、そんで将来ガキができたら3人でおやすさんの墓参りに行こうって。それで打ち止めか。他に余計なこと言ってねえか。ああ、これで終わりなはずだと思う。最後に畳みかけてきやがったな。家事を手伝うって言い草、これも相当地雷ワードだぞ。家事は女がするものって先入観の表れだと思われるからな。さらによ、赤ん坊ができたらってのも人によっちゃ結構危険な言葉だぞ。赤ん坊のできねえ夫婦だっているし、結婚イコール子作りってわけでもねえんだ。そんでとどめに赤ん坊と荒川の墓参りか。荒川への高校目的に結婚しようとしてると思われかねねえ。おい、嘘だろ。俺の言ったことは何から何までまずかったのか。最悪だ、俺はもうどうしたらいいんだ。まあ謝るしかねえな。そうだな、愛想尽かされてるかもしれねえが、何もしねえわけにもいかねえわな。そうだよな、ちゃんと謝らねえと。おう、あばよ。さあ行くぜ。かかってきやがれ。よし、やるぜ。かい、真の出来じゃねえか。
さっちゃん。おお、一番じゃん。偶然だね。いや、探してたんだ、さっちゃんのこと。一昨日のことちゃんと謝りたくてよ。え、謝るって何が？俺、全然さっちゃんがどう思うかなんて考える余裕もなくて、ひでえことばっかり言っちまってた。それを謝りてえんだ。ひどいことなんて一番言った？あの後は足立さんと難波に話聞いてもらって、何が悪かったかようやく気づけたんだ。まずさっちゃんのことは女なのにとか変な決めつけしちまってた。それにさっちゃんが真剣にキャバやってることなんてとっくに分かってるのに、結婚したら仕事辞めるのもいいとかふざけたこと言っちまって、それに家事を手伝うだなんて、花から家事とかをさっちゃんがやって当然みたいな言い方。まだある、ガキができたらとか子供作るのもさも当たり前みたいな話をしてた。そんでおやっさんの墓参りに行っておやっさんを安心させたいとか、その気持ちは嘘じゃねえけど、結婚がおやっさんのためみたいなことを。テンパってたとはいえ、俺はさっちゃんのこと何も考えられてなかった。本当にすまねえ、さっちゃん。なーに、そんなことでわざわざ謝りに来てくれたの？バカだな、私そんなこと気にしてないって。でも確かに最近そういうのデリカシーないって風潮あるけど、別に気にしないって。私が何年キャバでセクハラクソ親父たちの相手してると思ってんな。でもよ、だからなんで。いや、私たちってちょっと変わった出会い方したじゃん。ある種運命共同体っていうか、同じ修羅場を何度もくぐってきたから、なんか一緒にいて当たり前みたいな感じにいつの間にかなっててさ。ただそれって男女の間柄としてはちょっと変かなって。だからお互い普通の友達の距離感に戻った方がいいと思うんだ。心配しないで、一番とはこれからもずっと友達だから。さっちゃん、そんなわけだから一番も変なことでくよくよしないで。前も言ったけど、お互い頑張ろう。じゃあね。